火曜日もやった気がしなくて、なんか変な感じで1週間、普通の1週間ぶりな感じ。時刻は8時を回りました。 FM ギノアンをお聞きの皆さん、おはようございます。3月9日モーニング8、これから生放送でお届けします。ギノアン市旧なギノアンヒルズ通り沿いにあります FM ギノアンのスタジオから、金曜日担当の私マナミンと山内がお送りします。お送りしますはいはい火曜日ぶりですね。火曜日ぶりですね、はい、どうですか。そんな感じもしないんですけど、もう1週間経ったようなどういうことですか気がするんですけど、3日だけって感じがしないです。あ、1週間ぶりのような感じがする。はい、なぜですかね。なぜですかね。パタパタとパタパタと過ごしていますから。パタパタと過ごしていたからですかね。なるほど、はい。今日がめっちゃ寒くて、はい、本当にびっくりしましたね、はい、昨日の夜がちょうど雨も降ってて、うん、余計に冷えて、はい、だいぶ凍えながら歩いてました。歩いていた、はい、歩きました。夜歩いてたんですか。はい、小座の近くの居酒屋に行ったんですけど、うん、はいはいはい、徒歩で行ったんですよ、うん、5分くらいですかね。もうちょっとかかりますかね、うんうんうん、10分かからないくらいを傘を差しながら行ったんですけど、うん、デートデートデートではないくある意味デートだね。ある意味デートですね。ある意味男ですかそういうことですか。そういうことですそうですか。じゃあ、はい、楽しかったですか。ということにしときましょう。はい、うん、楽しかったですよ。して帰り寒かった。帰りとっても寒くて。寒いよな、はい、もうなん、あ、最近まで暖かかったじゃないですか、うん、それがいきなりまたこんなに冷えるとは思わなくてねえ、はい、急ですからね。体調管理が皆さん大変だと思いますが。そうですね、はい、気をつけて。気をつけましょう。僕はね、全然風邪ひかないんで。そうですか、うん、最近鼻ムズムズしてなかったです、うん、してないです、うん、うんうんうん、風邪ひいた覚えがないですね。ひいた覚えがない、うん、インフルもないし。いや、インフルあったっていう話を聞きましたよ。ないよ。ないですか、うん、全然。 あ、 じゃあ、 あれは気のせいですかね。あ、なんかさ、勝手に言ってるだけなんですよね、はい、そうなんですね。そうなんです。うん、なので皆さんね、本当に体調管理気をつけて、はい、いただきたい。やっぱり僕の周りでも風邪ひいてる人、はい、多いですか。多いですね。多発してますね。うん、なんかインフルエンザもなんか A 型 B 型とかあるじゃないですか、はいはいはい、なんかあれも A かかった人が今 B にどんどんかかり始めてるみたいな話。かかっているということなんでね、はい、大変ですよ。うん、季節の変わり目なので、うん、ちょっと気をつけていきたいところですねはい、はい、ということでテーマいきますか。はい、テーマいきます。はい、それでは今日のテーマ、青春かよということで。違うね、青春かよ。あれはもうやっぱりよね。あの CM どのパターンが一番好きですか。全部です全部嫌いです。全部嫌い一応ムズムズしますよね。嫌ですよ。あれ、私はああいうのあんまり苦手なタイプで、うん、なんかさ、ちびまる子ちゃんじゃなくて、なんだっけ、はい、サザエさんありました。サザエさんもあるんですよ、ね、わかめちゃんの、うん、サザエさんの若い頃の、ああ、ありましたね、うん、もうあれもやばいうわ、もう思い出した、やばいな。私一番アルプスの少女ハイジのやつしか印象がなくて、ね、はい、あと何だっけあれとで最近のやつがなんかアルマゲドンみたいなやつですよね、うんうん、あれだけちょっと意味が分からんね、うん、あれ、まあ、あれも、ね、うん、同じように気持ち悪いですけど、
設定が分からないよね。設定が分からないです、あれ。確かに世界が壊れゆく中みたいな。なんか会話がちょっとイチャイチャした感じの。ね。何ですかね。何ですかね、あの感じ。ああいうの一応ムズムズします。私もああいうのあんまり、なんか、得意というかなタイプではないので、好き、ああいうの見るとあの痒くなっちゃう。リアルでああいうことしてますか？してないですね。ほど遠い生活を送ってますが、はい、そうなんです。皆さんぜひですね、なんていうんですかね、はい、青春、まあ今やってますよでもいいですしね、俺の青春時代はこうだったよっていう、ま、そうですよね、うん、青春時代にもさっきあのジェネレーションギャップがっていう話をしたじゃないですか。はい、ね、僕らのもう青春といえば携帯なんてないですからね。あ、うん、よく聞きますよね、電話のこの家にかける系のやつ。そうなんです、はい、もう先に行っちゃったね。あとでじゃあゆっくり話しましょう。僕言うことがなくなりますね。失礼しました。失礼しました、はいはい、ということで今日のテーマ青春でお送りしていきます。皆さんリクエストもですね、ご自身の青春ソング、はい、送ってきてください。めい、ね、ちゃん聞いてるかな。めいちゃん、青春ソングを送ってください、ぜひ、はいはい、ぜひお待ちしてます。この1通目のリクエストはちょっと却下させていただいて、あの青春ソングを送ってください。ぜひぜひ。めいちゃんは若いから青春ソングも若いはずですが、はい、お、じゃあ私が青春時代に聞いてたやつかもしれないですね。うん、うん、楽しみにしておきます、うん、楽しみですね。はい、皆さんぜひそれでよろしくお願いします。リクエストも、はいはいはい、お待ちしております。はいはいはい、メールアドレスは797@fmgino1.com です、うん、はいはい、また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。うん、またツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。とそしてサイマル放送も始まりました、はい、スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください、うん、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみください、はい、ということで今日のテーマは青春でお送りします。青春です、はい、週末金曜日、はい、今日も元気にお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いください。本日のオープニングナンバー、アンディモリでサンライズ&サンセット。これはマナミンの青春ソングでございます。はい、アンディモリいいんですよ、いい人たちだけど、なんか人間性もわかる、あちょっと人間性がちょっといい人たちだけど、あのボーカルが最終的になんか自殺未遂みたいな感じにして終わっちゃったんです。なんで？あでも今他の名前で多分またバンドやってるんですけど、なんか自殺未遂みたいなやつで一回病院とか入院して、なんですかね、っていうのがありましたよ。ベッさんよく撮れていたってよ。おお、ありがとうございます。ただそれでも写真写りが悪いんで、実物の 30% ぐらいだよね、あれね。30%、うん、実物はもうバリ可愛いですから。バリ、おお、そんなこと言いますか。エコさん、いいね。チェッカーズ、さすがエロザイル。昨日も DJ 良かったね、エコさん。ラジオで言っていい？言っていい範囲なんですか？ダメなやつ。わかんない、人それぞれ。俺だったら別にどんどんネタにしてると思うけど、テーマは青春時代に聞いてた。青春リア充爆発しろって。私も学生の時はリア充爆発しろって思ってましたけどね。僕もです。同じくたまにリア充もしてましたよ。してましたか。うん、違う意味でリア充してましたね、恋愛じゃなくて。あ、僕もそうですね、うん、あの、なんだっけ、警察に捕まったりしてました。そんなに、はい、リア充じゃないと。リア充じゃない。
警察に捕まらないでしょ。そうですか。リア充だから捕まる。また楽しんでる証拠ですね。そうですそうです。先週。やっぱさ、メールもください。ぜひ青春時代。青春会話の思い出をよろしくお願いします。テーマ青春会話です。ゾゾってなりましたよ。皆さんゾゾって。人のやつき、人のやつね、ゾゾゾって。面白い。洋楽でもいいんですよ、全然。青春ソングだし、コメントからもね、はい、時刻は8時11分を回りました。モーニングエイト金曜日担当マナミンと山内がお送りしております。はいよ、はい、コメントがたくさん来ていますね。そうですね、はい、エコさん、そしエコさんおはようございます。おはようございます。そして石ころさん、はい、いますってことですか。おはもっこりですよね。はい、よろしくお願いします。今日もテーマは独り言ですかって。ちゃいますよ。余韻がまだ残ってます ね、うん、今日は青春会話でございます。青春会話がテーマ。鶴くんさんもおはようございます。タカさん、そしてナルトラスさん、はい、おはようございます。さっきの CM のやつ、はい、鶴くんさん、君の名はめっちゃパクってるよねって。あ、今のやつ。そうなんだ。あ、確かになんかちょっと似てる感じはしますね。うん、あんな感じなの君の名はって。君の名は見たことないですか。ない。え、君の名はいいですよ。もう見ないこうとしない。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ見ようかな。ですね、はい、もう君の名は乗り遅れて、はい、もういいかな。あ、いいんですか、うん、逆に見ないでやりたいなと。私映画で1回見て、うん、借りてからまた 1,2 回見ましたよ。あ、借りてみて、うん、でテレビでも見ました。テレビでやってたんだ。3回くらいテレビでやってましたよ。じゃあ見てみますね。あれは結構いいです、はい、うん、そしてキキマルさん、はい、青春リア充爆発しろ。みんなが思うことですよね。そうですね。リア充もリア充爆発しろって言うじゃないですか。言います。言いますよ。あ、そっか。でも自分がリア充と思ってないからってことですか。みんな思ってないかもしれないですね。マナミも僕から見たら十分リア充ですよ。リア充ですか。うん、なんか週末ごとにいろんなとこ行って、うん、あ、私それもそっか、東京行きやがって。そして何なんだば、昨日は飲みにも行って、飲みにも、あ、昨日でも私はウーロン茶で。まあでも美味しかったですよ、料理は、ね、はい、楽しんでますね。考えてみたら楽しんだらもうリア充じゃないですかね、うん、はい、じゃあリア充ということで、はい、爆発してください。爆発はしないです。石ころさん、はい、一応サザエさんってマナミンと年齢さほど変わらなかったんですよ。どういうことですか。んサザエさんの設定ってあれ24、5か5、6なんですよ。そうなんですか。そう、あんなにおばちゃんに見えるのにね。30ちょっとくらいとかね、あんな感じするよね。あ、そっか、でも確かに、うん、考えてみればそうです。タラちゃん3歳だよね。え、5歳か。もっと5歳くらいじゃないですか。ってことはじゃあ25だとして20歳で産んだみたいな、うん、そうそうそう、早いね。リアル。俺タラちゃん見てたら、はい、この名号さしたくなるんだよね。なんでですか。名号さ、あんな子供嫌だな。あ、でも可愛いじゃないですか。まあ、ちょっとなんか敬語使うあたりからちょっと。いやいやって言ったから。でも自分の子供だったら可愛いんでしょうね、はい。そして白子さんも来てます。まなみ山内さんおはようございます、うん、今日のフェイスブックでのまなみの写真はよく撮れていたんじゃない、はい、ということですよ。高評価ですね、うん、ナルトラさんもフェイスブックの写真、はい、めっちゃええやんしてきたよっていいねってことですかね。
はい、そして、エコさん来てます、はい、エコザイルさん実物会いたいなということで、うん、はい、そうですね、フリムンラジオでしたっけ、そうですそうです、フリムンにぜひね、はい、出てくださいね、あなたも、はい、そして白子さん、リクエスト曲の縛りがあるなんて厳しくなってきたぞ俺を追い出すつもりなんだなって来てますが白子さんの思うようにいかなくなってるんですかねなんで簡単じゃない、白子さんの青春時代のね、はい、曲を教えてくれれば、教えてくれればやっぱ人となりが出ますからね、石ころさんも、はい、いいですね、これ後でかけましょ う、はい、これいいね、はい、よく聞きますね、そうそう、このあたり石ころさんとかエコさんとかは僕とやっぱり同じ感じなんですよ、はい、このあたりの青春ソングは、はい、だから非常にいいですね、世代が似てるので、そして翼さん、おはようございます、晴れたり雨降ったり意味わからん本当に意味わからないですよね、うん、翼さん久しぶりですね、はい、大塚健ちゃん、おはようございます、放送と関係ありませんが二度寝してしまいました、山内氏が家出してきたと夢に出てきてびっくりしましたびっくりして目が覚めましたどうですか、人の夢に出た気分は。あ、なんか嬉しいですね、ですただちょっとこの家出っていうあたりがリアルで嫌ですね、正夢にならないことを祈ります、なんか逃げ出してきたみたいな、ね、逃げ出したみたいな感じです、全てを捨てて埼玉へそれで汗びっしょりになってる大塚健二さんも嫌なんか嫌なんかおそうですね、はい、石ころさん、若いからな、おじさんがリア充してごらん、いろいろ問題あるんだぞまだ見えリア充もじゃあ今だからこそあれなんですかね、そうです、僕がリア充してたらちょっと気持ち悪いんですよね、うん、リア充あかもしれない、おいいじゃないかいやいやお任せしますよはい、ぴゃっこさん、山さん今日機嫌いいね、まなみを朝から褒めるなんて、でも普段の仕事中にニヤニヤしながら、はい、今日も可愛いねなんて言ったらセクハラになりそうだから番組中にしか言えないかもってこと、このラジオのノリで、そうですね、最近は大変ですからね、すぐにセクハラとかパワハラとかなるんじゃないですか、どうですか、僕がそういえばこっちでもほら、はい、事務所でセクハラとかの話したじゃないですか、はい、ああしましたね、ね、マナミンには下ネタぶっ込めないみたいな言ってましたね、普段僕あんまり言わないですよね、言わないですね、どうですかたまにたまに、あでもうーん、まあまあ、どんな雰囲気、どんな雰囲気、やだ、いい雰囲気、いや、いやではないですよいやではない、セクハラは感じてないですよ、そうですか、はい、してるつもりでしたか、してるつもりですね、僕はもう、でまだ気づいてなかったですね、ニヤニヤしてますかニヤニヤに気づいてなかったですねあ、皆さん今日はですね、なんだっけテーマ、青春、青春、そう、青春かよということで、うわもうこれ言うのも嫌だ、嫌ですか、そんなに、ぜひ皆さんのですね、青春、はい、エピソードお待ちしております、はい、ツイキャス、そしてメールよろしくお願いします、うん、メールアドレスは797@fmginowan.com です、ぶっこみラジオでいきましょう、今日ついに来たんです、時刻は8時18分を回りました。 FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします、はい、まずは本日のお天気から、うん、3月9日本日お天気は曇りでございまして、風が北の風強く後やや強く曇り、波の高さが5メートル後4メートル、うねりを伴うとのことです。降水確率は1日通して 10% となっています、うん、低いね、低いですね、うん、さっきでも太陽出てましたよね、ちょっと消えちゃったんですけど、あそうなんだ、はい、天気いいなと思ったらこんなに雲がちょっと分厚くなっちゃって、で今日でも日中の最高気温は17度ですね、寒いですよ、寒いでしょ、うん、今日はもう寒いっすよ、また20度を切っちゃいましたね、うん、どうする、はい、以上
お天気、はい、天気は以上です。続いて道路交通情報。高速道路は今の時間目立った混雑渋滞ありません。スムーズに流れています。一般道ですが、ですね、宜野湾市内その周辺、渋滞見られますね。国道330号、公園の交差点から、これは西原インターチェンジの入り口まで北向けで渋滞が発生しております。また、ですね、国道330号、那覇向けはですね、大平交差点が渋滞、そして古島まで混雑が続いています。国道58号線牧港からアジャまで長い渋滞が続いています。南向けでございます、那覇向け、はい、そして、これ珍しいから言っとこうか、うん、あ、なくなっちゃった、おいや、今の時間ですね、一新だから漬けらんまで国道330号、ライカム向けで渋滞となっています。一新だ漬けらん、こっちは毎日ですね、渋滞が起きています。ですね、330号はそんなもんですね、はい、はい、以上でございます、はい、スタジオから見る今日の天気ですが、うん、先ほど波の高さ5メートルってあったじゃないですか、はい、海を見てみたんですが、やっぱり波が結構高いですね、高いね、うん、すごい、いつも穏やかなところしか見てなかったので、こんなに波が立ってるのはなかなか見ないですね。でもやっぱさっきより雲多いですよ。雲ですか、はい、太陽が見えないですね、全く、てか空が見えない、空が見えない、はい、あ、本当だね、はい、厚い雲に覆われてきましたよ、はい、はい、気をつけていただきたいです。そうですね、はい、以上、はい、お天気交通情報をお伝えしました。さあ今日はですね、青春ソングを皆さんかけていきましょう。ぜひ皆さんの青春ソングを教えてください。これは僕の青春ソング、ユニコーンです。スターの男、ひふみさん今日青春です。うーん、そう、俺おかしな2人か、このスターの男をちょっと迷ってたんですよ。へえ。でもこの歌もいいですよね。こっちは夢で会えたらって感じです。何ですか、夢で会えたら。番組、深夜番組で、うん、ダウンタウンとおっちゃんなんちゃんと野沢直子と清水美智子がでやってて、もう伝説だ、はい、超面白かったんですよ、うん、それのタイトルだったんです。あ、いい、デジカップってお笑いなのに面白くて、うん、面白くて、面白い、なんだっけね、来てたっけ、ボーイ返し殺すさんで、あ、ね、みーちゃんさんめっちゃ来てる、ケーキーペリー、ありがとう、みーちゃん聞いてくれてるんだね。あ、違う、みーちゃん枕を涙で濡らしてしまいます。あ、来てるの、みーちゃんさん、朝の7時56分のやつがあります。あー、はいはいはい、あいこさんなんで水曜日は、なんでか水曜日、あ、そうか、水曜日じゃないですね、あれ火曜日か、うん、ビリー・ビンダムちょっと書きたいね、
ペッツだよね。ビリービラーも好きでしたね。すごい、あんなのも入ってるんですよ。ん？ドラム、なんかドラムさ、結構あのあれなんですよ。みんなこだわってやってて、面白かった。そうだね、本当に。結構出てきますね、青春の曲。ね。青春。あった。恋愛系青春ソング。あ、しおりのテーマよか。これもよく名前聞きますね。だが思い浮かばないけど。はい、ナルトラさんとはまた世代が違うが。なんか面白いね。うん。楽時刻は8時26分を回りました。モーニングエイト金曜日、マナミンと山地がお送りしております。はい、はい、たくさん青春の曲が上がってますね。上がってますね、はい、ちょっとかけれるだけかけたいですね、はい、今日は。そうですね、やっぱ皆さんの青春ソングっていうのはテンション上がりますね。うん、世代近いですし、世代近くなくてもあ、こんな曲が青春になるんだっていうね。また世代感が出るんですよ。ひふみさんの場合サザンオールスターズとか横浜銀蝿、はい、そしてナルトラさん、ガクトの曲何かありますってことそうそうそう、 ガクトの曲も、そっか、人によっては青春ソングになるんですね。なるんですね。ガクト歌ってたんだ。歌ってましたよね。あということで、はい、後で書けますね。ガクトもいっぱいありますからね、はいはい、ではこのコーナー行きたいと思います、うん、今日は何の日のコーナーです。はい、はい、まずは沖縄手帳からご紹介します、うん、本日3月9日ですが、カノエネで旧暦の1月22日にあたります、はい、満潮時刻が11時26分干潮時刻が5時23分と18時35分となります。今日はサンキューの日。サンキューの日、あ、やっぱそうですよね。あとバービー人形誕生日ってあります。バービー人形、はい、で今日のこの日ですが、うん、今日のこの日外務省沖縄返還時の原状回復費400万ドルの肩代わり密約を認める、2010年、最近ですね。うん、ちょっと難しいけどそうですね、はい、ちょっとよくわからないということでしたです、ね、はいはい、ネットで見る今日は何の日ですが、うん、たくさんありますよ。やっぱありがとうの日とかいっぱいあるね。マッチの日なんでかレコード張りの日張りの日なんでか、うん、なんでですかね。ね、エスカレーターの日ってよ。エスカレーターにも記念日があったとはね。え、うん、でもなんか載ってないな、それらしきもの。そうですね、うん、この切ってん記念切って記念ん記念切って記念日っていうのがありまして、はい、日本初の記念郵便切手発行、第1号は明治天皇皇后陛下ご成婚25周年記念、へえ、1894年。うん、へえ、そうなんだね。すごいですね。うん、そんな時から切手ってあるんですねっていうか、ね、なんか最近な感じがしましたが、はい、はい、そうですね、スルーしてください、はいありがとうございます。 B29 東京に飛来、
1945。おう、どうしたんですか。はい、いや、なんか、うん、B29 ってちょっと沖縄深くないですか、関わりが。はい、はい、ただやっぱね、うん、東京にも大空襲ということでやります、うん、やってますから。はい、はい、というところですが、ですよ、ね、はい、はい、うん、誕生花ですが、うん、から松花言葉は大胆。花なんですかね、から松。松の花なんじゃないですか、木の。松の花、から松、うん、ラーチって書いて、大胆ということです。大胆、今日はじゃあ、はい、マナミン大胆に行きますか。いやいやいや徐々にでお願いします。はい、はい、以上、今日は何の日のコーナーでした。乗せちゃった。わあ、懐かしい。さあ、今日はですね、皆さんの青春ソングをリクエストいただいております。これはエコさんリクエスト、チェッカーズでジム&ジェーンの伝説。これカップルの男の子がバイクで死んだという設定なの、うん、え、そうなんですか。もう青春ですね。目を閉じておいでよもいいですね。あー、多分これ親が聞いてました。マジ、なんかめっちゃ聞いたことある。エッチな曲だよ。エッチな曲だよ。ですか、うん、でもなんか歌ってた気がする。違うかな。エッチな曲だよ。エッチな曲そうなんですか。そう、あら浮気の曲ですよね、ヘイヨンミさん。願望があったんですか。親がやばいな。なんか青春ソングって感じのあれです。感じでしょ。なんかザ。リパーさん、おはようございます。今日のテーマは青春です。青春かよ。青春かよ。調べてみよう。青春かよ。メールもたくさん来てますね。うん、高松マリーさんもおはようございます。おはようございます。
つるもくの人なんだ。面白いね。ちょっとこれ最初に紹介していい？はい。CM 行かないで。いや、いい子。ムカつくでしょ。ラッコさん、はい、時刻は8時35分を回りました。さあ今日のテーマいきましょう。今日のテーマは青春。はい、青春かよです。青春かよ。これね、CM があって、はい、なんだっけ、今バージョンがカップヌードルの CM ですか。うん、今はサザエさんが若い頃だったり、だったり、キキ。ありましたね。あ、なんだっけあれ。魔女の宅急便だ。ああ、トンボ。はい。ああ、やばいな。トンボと、それが現代版になっているあの CM なんですが、やはり大炎上しているということですよ。そうなんですね。はい、そうですね。あらあら。で、ちなみに言うと、はい、なぜかキャラス、舞台の設定がまずこれね、あれの場合、はい、魔女の宅急便の場合、はい、舞台設定がだいぶ変わってると、うん、本当は、スウェーデンのストックホルムとか、はい、あの辺り、このあそうですよ、ね、映画では、うん、だけど、なぜか東京になっていると。へえ、あ確かに。でキャラデザインが大きく変わっていると。うん、しかもですね、キャラデザインを担当しているのが鶴木独身寮の作者。鶴木独身寮鶴木独身寮って僕らの世代ですごい、はい、あの一世を風靡した青春恋愛漫画があるんですよ、はい、の方が書いてる。そう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 、書いているって僕今知りましたね。そうなんですね。うん、鶴木は良かったけど大人になってみたら相当恥ずかしかったですね。あ、そうなんですか。はい、恋愛漫画、恋愛逆漫画なんですけど。逆漫画、うん、あの時とっても良かったんだけどな。今はなんでかなって思うあれですか。そうですね。へ、そしてキキが告白するシーン、うん、CM 内の決定的なシーンはキキがトンボに告白するシーンである。これまで直接的な表現を避けてきたジブリ版を台無しにするシーンとなっている。青春感を出すための演出などのだろうが、露骨に狙った演出で気持ち悪いという印象しか残らないという。めった切りしてます。めっちゃ叩かれてますね。はい、ということから、はい、青春かよということで、はい、今日は青春でございますが、はい、青春でお送りします。白子さん、今 YouTube で青春かよの CM チェックしてきた。この CM めっちゃムカつくな。ああダメでしたね、ぴゃこさんにも。多分ね、ラジオ聞いてる人あんまり好きなテイストじゃないんじゃないですかね。あ、じゃあ、あれなんかなんていうんですか、キャピキャピ系じゃないですけど、うん、なんかそんな感じですよね。結構あれ好きなテイストいるんですかね、好きな人。好きな人は好きなんじゃないですか。キャーってなるのかもしれないですよ。女の子はキャーってなるのかな、胸キュンみたいな。うーん、どうなんですかね。高松マリーさん、ムカつきます。ムカムカつきます。皆さん気持ちいいです、はい、いい具合にあれですね、切ってきますね。切ってきますね、ありがたいですね、はいはい。それではメール来てます。はい、はい、少々お待ちください、うん、まずは進撃のめいちゃんさんから。はい、めいちゃんありがとうございます、はい、リクエストもありましたが、はい、まなみん、山内兄貴、火曜日の代打も今日もお疲れ様です。はい、はい、ありがとうございます。いよいよ今日てんてんてんドキ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 、みーちゃんです、うん、夕方が楽しみってなんかあるんですか。わかんない、デートじゃないか。教えんわ今日。教えればいいのね。ですよね。ぜひぜひ、青春っぽい。はい、
はい、もしかしたらこれね、いいっすね、はい、こういうのやっぱ身近な人のこういうのっていいっすね、うん、青春ですか、あ青春、こういう浮いた話というか、うん、そうそうそう、うん、デートとかさ、あ楽しいですよね、楽しいっすね、確かに、うん、こうでも不幸でも面白いっすねどっちもいいっすね、どっちでも、うん、こうでもちゃんと楽しいんですか、楽しいねなんだろうね、うん、気になる感じ、気になるというか、そう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 、うん、まあでもそうですよね、なんか話いろいろ聞きたいですね、うんうん、あ、わかります。なんか聞きたくなりますね。ね。こうでも、じゃあぜひ、不幸でも。めいちゃんさんからの報告を、はい、お待ちしたいと思います。お待ちしております。はい、水曜日はあ、そして山内兄貴、水曜日は失礼しました。はい、うん、枕を涙で濡らしてしまいました。あ、リクエストかけたのに、かけてないってクレームが来たんですよ。そうなんですね。うん、だから、かけたよって、もう、イラッと来たんですよ、水曜日にもそういうことがあったんですね。もうか一番最初に何だったかけたよっていうまあ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 文句言うなよっていう優しくいきましょう、あそうですね、ごめんなさい、はい、あ今日ウキウキですからね、はい、めいちゃんは今日、うん、ですね、楽しさが伝わってきます、うん、メールから、そうですね、はい、はい、いきます、では、うん、お題青春、はい、青春か、私の青春はやはり高校生時代、うん、初めての女子との2人だけの時間、同じクラスでたまたま放課後に一緒に残ってからの一緒に帰った時青春かよ、本当に青春かよですね、あ、そんなこと羨ましいですね、羨ましいですね、あの時の街灯がキラキラしてたな、しかし今の女の子は三つ子の子だくさんのお母さんに、あ、女ってすごいって来てますね、すごいよね、はい、では良い週末をかっこ、うん、山内兄貴は夕方ねって、あ、そうだね、夕方もぜひ来てください、はい、青春の青春エピソード、高校時代の恋愛話ってありますか、あなた、ね、私恋愛話あんまりないんですけど、あんまりない、あでもどちらかって言ったら多分高校の時がモテ期に入る気がするんですよ、うん、お告白された、告白まではいかないですけど、うん、アドレス聞かれたりとか、おまあまあ何回かありましたね、してあれが今思えば、あモテ期だったんだっていうのをその後ちょっと考えるっていうえそれからはモテ期はないんですか、でないですね、多分ない、はい、しかもモテ期がアドレス聞かれたちょっとしょぼいバージョン、いやいやありますあります思い起こせばあるかもしれない、あるかもしれない、いやなかなかのあれでしたよ高校の時、そうなんですか、はい、ただ私がちょっと奥手すぎて、うん、このアドレス聞かれた人とやり取りはしたんですけど、おーおーおー、実際にあんまり話さなかったっていう、ちょっとは恥があって、その人とはいいなと思ってたんですか、はい、いやなんか恋愛対象には正直入らない感じで、ね、友達くらいがいいかな、あじゃあ付き合いはお付き合いはしなかったですね、デートはしたの、しなかったですね、何にも青春じゃないじゃないかい青春でしたよまあまあまあでもまあいろいろあるんですよ、その後ちゃんとお何も付き合いはしなかったですけど、うん、何年後かにまた再会して2人で飲みに行きました、おそして何もなかったいやその時は別になんか、うん、やっぱりそれで何かあるかなとも思ったんですけど、はい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 、恋愛には進まなかったですねそうなんだっていうことがありました一応あれなの、その行為はあったの、私が2回目会った時は正直恋愛感情はなかった、またなない人はいつまでたってもないんですかね、かもしれないです ね、うん、そうですか、そういうこともあるんです、はい、そういうこともありますね、はい、皆さんぜひですね、こういった青春エピソードを送ってきてほしいんですが、はい、はい、さらに次のメールいきましょうか、うん、行きましょう、はい、マナミンおはよう、ヤマチンおはよう、エコザイルですよ、はい、テーマは青春、うん、青春時代はバイト三昧でしたが何か、バイクで走り屋してましたが何か、お青春だね、青春の終わり頃は名古屋で86で峠攻めてましたが何かだいぶでも楽しんでますよね、これもこれで青春ですよ、ただ女性の影が、女性の影がないないっすね、はい、バイトしてたらでも、うん、バイト先とかであったりしないんですかね、うん、私は部活ずっとあれだったので、うんバイト先でのこういうなんか青春っていうのはあんまりないんですけど、僕カラオケアルバイトしてたんですけど、はい、
一個上のヤンキーお姉ちゃんがいてとっても色っぽいんですよ。スラッとしてて、はい、化粧もバリしてて、はい、デジ綺麗で、もうこの人に夢中でしたね。お、うん、あの時代は振り向いてもらいました。あ、もう全然ガキ、ガキ扱いですよ、うん、かわいそうにいやでも逆にそれがいいんじゃないか、まあ、でもそれ、うん、ですよね、うん、そこでいきなりいろんなことされたらちょっとね、うん、それもそれで、うん、そっか、じゃあそれくらいにとどめておくのがそう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 いいというところで、まあいろんなことされたかったですけど、ね、はい、されたかったけど、はい、まあ今となればそうです、ね、いい経験ですね。いいでもさ、あの時本当に一個上がめちゃくちゃお姉ちゃんに見えたのに、考えたら17ですよ。そっか、ガキンチョですよ、はい、うんうんうん、ね、ああいう時って一個上でもだいぶ上に見えますよね。そうそう、大人に見える。わかります。私も二個上の先輩とかめっちゃかっこよく見えましたもんね。ね、うん、不思議だね、はい、あれね不思議ですね、はい、不思議ですね、はい、ということで、うん、エコザイルさんからは現場からは以上です。スタジオのマナミンにマイクを返しします。ヤマチンは別のマイクでお願いしますということです。了解ですありがとうございます。でもその次にもまた来てるんですよね。うん、気温を送るの忘れたっていうことで、今日の気温写真が来てますが、はい、14.5 度。うん、大変ですよ。寒いですね。うん、また暖かくなるのはいつなんでしょうか。でも暑いより寒いがいいな。寒いが、私も寒いが好きです、うん、ね、はい、ずっとこのままでずっとこのままではい、さあそれではですね、ここで1曲かけましょう、石ころさんの青春ソング、ボーイでマリオネット。どういうこと、ゆみさん、ん、ゆみさんにもちょっと目がかかる。幼馴染がイケメンってないから幼馴染も憧れますね。あんまり いないいないよね。でもさ、俺ぐらいの今年になるともうあれですね、うん、高校時代の好きな人とか毎日見てみたいけど、うんうん、なんか発展しそうにないなって。あー、42? 発展しないです。かわいそうです。そしたらおじさんです。おじさんだけど、おじさんはちょっと若い子が好きじゃん。それひどくないですか？じゃあ、おばさんも若い男の子が好きじゃないですか？そうじゃないですか？どうなんですか？逆に上に行くんですかね？どうなんだろうね、女性も上がずっと好きなイメージがあります。うん、私も上がどちらかって言ったら年上の人の方がいいなって思ってた。あれ何歳までいきますか？何歳まで、最近は10以内だったらいけるのかなと思います。上、上30。はい、皆さんごめんなさい、脱落でございます僕も含めてみんな脱落、はい、みんな脱落、失礼しました、ありがとうございますでも昔はっていうか学生の時とかはもう同級生じゃないと嫌とか思ってました。とか行っても2個差くらい、5歳ギリギリくらいだったんですけど。でも俺の高校の時のさ、はい、好きな子は、はい、20歳、27歳から付き合ってました。へえ、うん、高校です。あ、でもそれはいたかもしれないです、ね、女の子がウエイトっていうのはよくありますよ、ね、うん、ありますよね、うん、だからイラッチなんでイラッとするんですか？あと俺好きだったら。ああ、そっか、うんうん、その人から奪おうとはしなかった。いや、それは奪えない、まあ、まあ奪えないですよね。そんな僕はピュアですから、ピュア奪おうとはしなかった、しないですよ。まあでも二十歳とあれだ、20代とあれだったらもう勝ち目ないじゃないですか
勝ち目ないじゃないですか。勝ち目ない。あ、じゃあ車もあるし、うん、なんていうの、金もあるからさ、うんうん、何にも。女の子が行っちゃうのも分かりますよ。しかも余裕もあるさ、うん、高校生やね、うん、今だったら20代の前半なんて、うん、ガキですよ、ね、うん、そうですね。ナルトラさんいくつなの？ナルトラさん若いからいけるんじゃない？お？あ、36って、あ、ギリギリ。セーフ。ナルトラさんのみセーフでございます。37歳は大丈夫だよってマスオさんが。で、タイムさんいくつだろう？タイムさんいくつ？じゃそれくらいの年のあれなんですね。年代。うん。31ってよ。タイムさんもいけるね。31、おお。マナミは自分の10個上ぐらいまで大丈夫って。多分。ディーパーさんいくつですか？一番年が近いかな。20代とか、あ、でもないですか。20代かもね。うん、おお、今年32。童顔。あなた童顔ですか？私童顔ですよ。童顔じゃないですか。あれ、まなみにコーナー行こうか。あ、はい。もう時間まで、9時台まで。了解です。コメントも読みたいな。コメントちょっと9時台でガンガン読んでいきたいと思います。みんながなんか年を公表し始めました。うん、リッパさん27、あ、リャコさん30は嘘です。そうです、1個上、リャコさんなら嘘です。あ、そうなんですね。はい、待ちかけるさ。ごしケンちゃんはちゃんちゃん子ですから、もうすぐ。うん、時刻は8時52分を回りました。うん、金曜日担当のまなみんと山内です。お送りしております。はいはい、はい、では私のコーナー早速いきましょうか。はい、行きましょう。週末ユンタクトラベラー。はい、はい、最近エコーにも慣れてきました。慣れましたよ。はい、まなみんさん、はい、徐々に徐々にスキルアップしています。スキルアップしております。はい、はいはい、ということでこのコーナーは、うん、私が個人的にこの行きたいなと思っ週末行きたいなと思ったイベントだったり、はい、スポットを紹介するコーナーなんですが、うんうん、今回は今週末明日明後日ですね、うん、なんか春ということで、うん、なんか春っぽい春っぽいのかわからないんですけど、はいはい、イベントをちょっと見つけたので紹介したいと思います、うん、まずは春の新商品フェアっていうのがありまして、ほうほう、こちら那覇のメインプレイスと串川のメインシティ、うん、それぞれ1階の中央コートメインコートにて開催予定とのことなんですが、うん、たくさんの新商品が試食できるっていうことで参加メーカーに伊藤ハムとか、うん、伊藤ハム、プリマハム、おおきこパン、お森永とか、うん、羽衣フーズとか結構すごいね、いろいろあって、うんうん、私 前もこういうのがあったのでちらっと見た時あったんですけど、うんうん、あれはお菓子のフェアだったんですよ、うん、で春ってやっぱりいちごのお菓子とかなんか、うん、いろんなの出るじゃないですか、うん、だと思ったらこういうなんか伊藤ハムとか、うん、がっつりご飯系のやつがあったので、うん、ちょっと気になったんですよ。はいはいはい、はい、ぜひ行こうと思うんですが、いつですか？こちらが明日の3月10日から3月11日、うん、まあ、週末の土日ですね、はいはいはい、朝の10時から夜の7時まで、うん、あ、そっ
これ3月10日が朝の10時から夜の7時まで、うん、3月11日は朝の9時から夕方6時までとなっています、うんうんうん、なるほど、はい、試食ができるっていうのが嬉しいですよね。嬉しいですね、うんうん、でも試食ばっかりしたら買わないといけないし、はい、そうですねだから気に入ったのは買ったらいいじゃないですか。そうですね、うん、はい、回りつつ、うん、というところです。わかりました、はい、もう一つが、もう一つちょっとまた食べ物絡みじゃないんですけど、あの女村の中ゆくいっていう女の駅で今日から3日間開催されるそうなんですけど、はいはい、春の収穫祭っていうのがあって、はい、で女の駅の中に海が見えるパン屋さんっていうのがあって、へ、あちここっていう名前、そこが1周年記念なんですかね、へ、のワクワク収穫祭っていうのがあるみたいで、うん、なんかお野菜の特価販売98円均一だったり、トマトの詰め放題450円とか、うん、卵も1パック50円、すごいですね、うん、っていうのが、で他にもなんか一応いろいろイベントがあるそうなんですけど、ほうほう、うん、例えばなんか今行きたいと思わないんですよね。思わないですか私これいいなって思ったのが、はい、多分山内さんあんまり興味持たないと思うんですけど、はい、多肉植物の寄せ植え体験、あ、はいはいはい、15名限定なんですけど多肉植物好きなんですか。多肉植物好きです。うーん、寄せ植えとか可愛くなりそうだなと思って時間があったら参加したいなと思いました。でも基本的にああいう道の駅楽しいじゃないですか。そうですね、行くの、うん、それを楽しみに行くのもいいかなと思いました。ただこの行く前のワクワク感と、はいはい、行った時のワクワク感はもうだいぶズレがありますけど、はい、ありますか。あります一緒になったことはないですか。ないですね、あんまり。どんなのがあるんだろうっていうワクワク感、はい、で行ったら、で行ったら、あ、こんなもんかみたいな、普通かみたいな、はい、ぜひじゃあ期待と同じようなところに行っていただきたい。マスオさん切ってますよ。マナミン、多肉植物みたいだよね私がですか、うん、どういうことですか、多肉植物みたいって。ねえ、怒ってくださいもん。イメージがちょっとわからないですね、はい、怒って怒って怒っときます心の中で、はい、ということです、うん、あと那覇で一応あの那覇飯グランプリっていうのも開催されるみたいなんですけど、ほうほうほう、ちょっとそれも時間があれば行きたいなっていう、うん、もう食べ物だらけの週末ですね。そうですね、食べるの好きなので、はい、いいと思います、はいはい、というところでした、うん、皆さんもぜひ行ってみてください、はい、以上週末ユンタクトラベラーのコーナーでした。さあ、9時台ですね、ニュースを挟みましてテーマトークに行きたいと思います。今日は青春ということで、はい、皆さんぜひまだまだメールコメントお待ちしております。お待ちしております。女性に多肉植物みたいはダメじゃないですか。多肉植物みたいってどういうことですかね。そのままなんじゃないですか、緑、うん、多肉、うん、何でしょうか、ね、悲しんどきます。あれ、多肉植物かわいいんだよ。あ、かわいいっていう意味の多肉植物。多肉植物ってどういうやつ。サボテン。サボテンではなくて、あのなんかプクプクってしてる丸いやつ、なんか硬いっていうか、硬い、うん、なんか食べれそうな、アロエとか、アロエっぽいやつ。確かにこういうの多肉植物みたいって言われたことないですねそうだよね、うん、どうなんだろう、トゲトゲしてない方に、うん、そうですよね。マサさん、あのパーソナリティを泣かした経験があるから、あ、今もうドキドキなんです。ドキドキ、よかったですね、泣かなくて放送中にいや、あれ面白かったですよ、本当に黒歴史じゃないよ。
黒歴史なんかね、それが逆にこのドキュメンタリーっぽくてよかったなと。ドキュメンタリーになるんですか。そうそう黒歴史ですか。あばな、間違った。この時間は琉球新報、沖縄タイムス、八重山日報、本島県内版よりニュースをお伝えします。まずは琉球新報から。琉大工学部全国準部位。企業の取引データなど実データを使い、ビジネスに有用性がある解析方法を競い合うデータ解析コンペティションが2月中央大で行われ、琉球大学工学部の連合チームチーム琉球が行動経済学を扱う事務所合同部会で準優勝しました。全国の大手企業や経営を専攻する大学からの出場者が多い中、工学部の出場は異色、視点の新しさが高評価を受けたとのことです。続きましても琉球新報より。詐欺かも、アマゾンに確認して。ローソン内泊店、福里さん起点。宜野湾署は2月21日、特殊詐欺を防いだとして、ローソン宜野湾内泊店の店員、福里留美さんに感謝状を送りました。福里さんは1月28日、Amazon ギフト券1万5000円分を購入しようとしている50代男性に、詐欺じゃないですかと声をかけ、未然に防ぎました。浜田署長は、特殊詐欺を見破った起点と、声をかける勇気が素晴らしい。被害防止のために地域に広報啓発をしていきたいと称えました。福里さんはまさか自分の目の前で起きるとは思わなかった、感謝状をもらえて嬉しいと笑顔を見せました。続きまして沖縄タイムスから。アザライカム議会可決。北中城村議会は8日の3月定例会本会議で、イオンモール沖縄ライカムのある地域に新しいアザとしてアザライカムを設定する議案を全会一致で可決しました。登記などの手続きを経て、2019年秋にも北中城村アザライカム丸番地の住所が誕生します。アザライカムは10年に返還された阿波瀬ゴルフ場地区の8割超を占めます。マンション建設など宅地開発が進んでおり、計画人口は2800人。ライカムは沖縄戦後、この地域に設置された琉球米軍司令部琉球コマンドの略称です。最後に八重山日報よりお伝えします。米軍機事故は人為的要因。米海兵隊のネラー指揮官は7日、下院歳出委員会小委員会の公聴会で証言し、日本を含む各地で米軍機による深刻な事故が相次いだ昨年はひどい年だったと述べました。重大事故の大半は機体の状況とは関連がなかったとして、訓練不足など人為的な要因が関連していたとの認識を示しています。以上、この時間は記事をお伝えしました。まなみ、これ後から撮って、はい、ごめんね。はい、私も髪もうニュースをあれやるのやめようかな。あ、なんか前そんな話をしてましたよ、さっこさん。撮ってもなんだよな。私も今日髪かな。まあ、いつも噛むんですけど。噛むな。青春時代のさ、はい、これ初デートだよね。青春時代、前にも話した通り、あんまり私は恋愛経験がないので、高校の時も。でもモテキだったんだろ。モテキは、だからあの時にモテキどうにかしてれば、どうにかしてれば。あなたのモテキってどんな感じなの。
何人からか何人からか言い寄られる。へえ、何人のが持ってき2人。そうじゃん。あ、でも違うか。あ、でもそれ、あ、そっか、それを言ったら、でもその後にもありましたよ。ありました、ありました。その次のモテキはどんななんですか。もう結構言い寄られた。言い寄られるっていうか、結構頻繁に連絡もらったり、うん、何かわいいねとか言われたり、うん、とか、うん、じゃあ今が一番モテキじゃないですか。今かわいいねとかよく言われてるさ。あ、でも言い寄られてないのか。言い寄られてるのじゃん、なんか言い寄られなんかこういうちょっと恋愛話とか、なんか彼女いる、あ、彼女じゃない、彼氏いるのとか、なんかそういうところとかに行ったりする。なんかあれね、今なんか言い寄られてる人いないの。今はないですね。ない、ちょっと前はありました。よろしい。まあまあ、女性ってでもコンスタントに言い寄られてるイメージがあるけどね。そうですか。うん、だからそんな中でモテキってどうなんだろう。うん、言い寄られる、人生にモテキって何回、2回だっけ、3回。なんかね、そっか、場合によってはじゃあモテキ、自分がモテキと思っててもモテキじゃないかもしれないですよね。そうだね。時刻は9時6分を回りました。モーニング8、金曜日担当マナミンと山内です。はい、はいはい、金曜日、金曜日、明日から週末、週末土日ですが、はい、寒いですよ。寒いです。はい、晴れはするんでしょうか。ちょっとね、週間見てみましょうね。はい、晴れはします。明日は晴れ時々曇り、日曜日は晴れ時々曇り。ただ、明日が最高気温が19度、最低が15度、日曜日はちょっと上がって21度、そして15度となってます。出かけるにはいいね、いい天気ではあるんですけど、うん、寒そうですね。夜、朝夕がちょっと冷えるっていう感じですかね。うん、特に日曜日はね。はい、はい、さて、今日のそれでは、はい、テーマいきましょう。はい、今日のテーマ、青春。青春かよ、はい、青春かよ、青春かよ、あの青春って言い方もね、青春、うん、青葉ライドっていう漫画があったんですよ、ね、うんうん、あるんですよ、多分そこら辺から来てるのかなって思ったんですけど、うん、漫画とかも結構青春系多いですよね。多いですね、はい、さっきのね言った鶴木独身にも青春系でしたし、はい、でもあんまり見てないな、恋愛系は。やっぱり漫画でもゾワってするんですか、この青春の感じのやつ。青春の感じのやつってあまり見た覚えがないな。ないですか、うん、多分女性漫画に多いんですかね、やっぱ。そうだね、私は割と読んでましたね。君に届けっていうやつとか、あれはすごいですよ、うん、もう王道の王道の。あ、メゾン一国とかね。あ、懐かしい。タッチとかね。あ、足立みつるワールですよ。リア充系ですよ。あ、そっか、うん、タッチとかもまさにじゃないですか、なんか青春時代って感じの。ね、青春ですよね。だからそのあたりぐらいじゃないかな。あとはドラマとかですかね、やっぱり。あ、うん、ドラマ、あ、テレビありますかね。うーん、漫画は出てこないな。さあ、メール来てますよ。はい、はい、どこから、あ、ん、石ころさんですかね、うん、はいはい、マナミンと山内さん、おは、え、今日は無反応だったから起こしてやったぜ、おはもっこり石ころです。これはどういうことですか。これどういうことだと思いますか、逆に。多分なんか分かった気がします。分かった気がしますか。分かった気がしますが、多分ね、失礼します。その思った通りだと思いますよ。その後ろの、そしてそっと寝かせてやったってやつとか。して青春時代はもう彼女作るのと
しかすのと合体することばっかり考えてたな。あーそうだね、下ネタぶっこんできましたね。でもリアルですよ、男子高校生、中学生はもうどうにか女性と、うん、っていうのがそればっかりでしたからね、女性の体どうなってんのっていう、だからそうですよね、だからその僕らの頃は今みたいに簡単に見れない時代なんですよ、そういういろんなエッチな画像とか本とか動画なんていうのはもうビデオですからね、そうたまに出回るビデオぐらいで、だからこの女性ってどうなってんのっていうのがもう謎なんです、うん、んですか、ミステリーです、ミステリー、うん、あーじゃあそんな目で見られていたんですね、あはい、あー恐ろしい恐ろしい、まあ仕方ないですが、仕方ないですね、はい、あちなみにマナミンと山内さんの青春時代の年齢は何歳ってことですよ、僕はやっぱ高校生かな、私も高校ですかね、一番はあと20代前半もちょっとあったけど、やっぱ高校かな、高校とかがやっぱ一番、うん、青春になるんじゃないですかね、そうですね、10代中盤から20代前半にかけてぐらいですかね、はいはい、うん、夜中ドライブもよく行ってたしね、あ青春ですね、青春だね、はい、あでも女気あんまりなかったんですよ、あ、うん、男友達と、そう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 、同じ感じですね、私も女友達と遊んでました、マナミンと一緒、一緒なんで嫌なんですか、いいじゃないですか、いいか、はい、分かった、はいはいはい、あなたはいくつぐらいですか、やっぱり同じぐらい、同じくらいですかね、うん、17、18とかになるんですかね、高2とか、そうだね、だから高校生の時本当にバカだったので、うん、本当に警察にも使ったことがありますしだから、はい、無茶もしたしね、台風の日にね出かけて行ってからに友達と海端のクレーンに登りましたよ、はい、無断で高いから行ってみようぜっつって台風の日に、台風の日に、そんな感じです、そんなこともしてたんですね、うん、そんな感じだね、本当にバカですね、はい、はい、さて、うん、あまたメールがありますね、来てますよ、まなみさん、山内氏、おはようございます、はい、大塚健二です、はい、大塚健二さんから、お題青春、実家東京都足立区を改装して事務所と仮賃貸室にしてます、うん、昨夜雨漏りしてると電話ありました、生まれた時に建てた家なので築年数は私と同じ年、あなるほどね、いろいろガタが来る頃、うん、体と同様少しずついたわりながら直しながら、実家がある限りあの頃をいつも忘れないでいられるのが嬉しいです、楽しく放送を聞いています、失礼しますということで、はなるほど、なんかいいっすね、そうですね、そういう家と共に育って、ね、いいなあ、俺昔の家行ってみたいな、あなたずっと生まれ家ですか、はい、今も実家、ああそっか、はい、ただ実家が私はマンションになるのでなんかこういう一戸建てっていうなんか感じではないっていう、うん、俺もアパートなんですよ、はい、その大塚さんのこのあれで言えば、はい、アパートなんで、はい、でもこのアパートちょっと見てみたいですね、うん、まだあるんですよ、うん、ああそうなんです、ね、アパート自体は見たいな、改装されてたりしたらね、ちょっと悲しくなるっていう、ね、あでも私もこの小学校が何年か前についに改装されちゃったんですよ、うん、それはちょっとなんか切なくなりましたね、切ないね、はい、まあしょうがないんだけどね、まあ、いつかはなくなってしまうって分かりながら、うん、でもやっぱ青春じゃないですか、ああいうところもそうだね、物事はすべからく流転しますから、うん、え？さあ、白子さん来てます、はいはい、マナミン山内さん、おはようございます、今日のテーマ青春で思い浮かべたらやっぱり学生生活を思い浮かべます、彼女いない中学生から高校に入り、彼女を作って恋愛するぞと気合い入れてたら、ひょんなことから学校から特別休暇を与えられ、
その後投稿したらクラスの女子と気軽に話のできる関係がなくなってました。その後は帰宅部男子と3年間麻雀ばっかりして、買う雑誌も近代麻雀で、泣きの竜かなのクールな表情を意識して麻雀打ってました。それからしばらくして厄年の同窓会で、その当時学校帰りにラブホテル行ってたカップルの話を聞いて、あまりの俺との青春の違いに涙しました。俺は3年間何をしてたんだということで、すいません取り乱してしまいました。リクエスト曲共演でしておくよということですが、はい、麻雀ばっかりやって、麻雀ばっかり、すごいですねこの学生で。あ、やってましたよ。僕はやってないけど。あ、いたんですね。うん、全然余裕でいた、いっぱい。へえ。私の時のこの同級生とかは、うん、ボーリングとかによく行ってるっていう話を聞きました。ダーツ、あと。今風だな。俺の時カラオケでした。カラオケ。うん、朝からね、サボってカラオケ行って。何時間いても500円のとこがあったんですよ。そこに。ずっとですよ。そっか、いいですね、彼女いない、彼女作るっていうあれはありましたけどね。うーん、僕高校の時に彼女できて、うん、その彼女ができる過程が結構楽しいじゃないですか。それで、あの、なんていうの、仲良しメンバーでなんか飲み会するぞってなって、はい、でカラオケで行って飲み会して、はい、そのまあ足がないからみんなバスかタクシーだったかな、はい、それを拾う時にこう道沿い歩いてたんですよ、はい、みんなゾロゾロ、はい、そしたら僕のが好きな子が腕組んできて、はい、でもうこれはありがとうございますっていう、はい、でどうなったんですか。一応付き合いましたけど、すぐ別れました。すぐ振られました。思ってたのと違うって言われました。辛いですね。思ってたのと違う。どう思ってたのって、はい、ね、いいですね。学生の時にそんな可愛い話が欲しかったですね。可愛いですか、これ。可愛くないですか。なんか学生らしいほっこりする話。まあそうですね、はい、ただその時に、うん、あの同じなんていうの、大きい家に住んでる子がそのメンバーいて、はい、であの両親が出かけてるっつって、はい、みんなでそこに泊まったんですよ。でも何もできず、何もできず、うん、その僕の好きな子が普通 に僕のそばで寝てて、はい、うん、でも何もできず、何もできず、みんなで寝てるのも、それだけが心残りですね。パンツ見て喜んでましたから。あ、まあ見えたんですよ、たまたま。こんなやつ見てないよ。めくってたらそれはそれで何かしてるじゃないですか。あ、まあね、もう手が出せなかったですね。あ、はい、学生だからのならではの、そうですね、初々しいあれですね。初々しいですね。はい、今だったら絶対に手出す、手出してます、はい、速攻で、はい。ひふみさん来てます。高校の時の、はい、じゃない、中学の時の空は、空の色は遠くかすかに広がる夕焼けの色から自分の頭のまではグレーで、その後ろは闇のような真っ黒な色でした。高校の時の色はどこまでも澄んだ青い空、中学とは一転楽しかったということですね。なるほど、空の色にかけてきた、空の色、うん、僕は中学高校楽しかったな。あ、中学校、私中学校があんまりパッとしなかったので。そうなんだ、はい、差が出るよね中学はね、うん、はい、割となんかある意味高校デビューみたいな感じのところがありました。高校デビューですか。デビューしてたのか分かんないですけど。あの中学校1年だったか、はい、2年だったか忘れたんですけど、うん、もうちょっと大人ぶって、はい、まあ、お酒とか飲むじゃないですか、うん、でその勢いでこの子の、まあ可愛かった、小学校の時可愛かった女の子に告白しようってなって、うん、で呼び出してです、友達3人いたんですけど、はい、3人一気に告白して3人振られるっていう。すごい、すごいでしょ、バカみたいな。小学生やりそうですね。でもみんなで
そうそう中学生でしたけど、うん、あ中学生、うん、みんなで告る、はい、っていう、そうそうそう、でそれで一人もしじゃあ OK が出たとしたら、はい、その人ある意味立場なくないですか、いやその人じゃない、その二人が立場ないんじゃない、うん、そうです、うん、あまあそっか、こいつみたいな、うん、あ選ばれんかったよみたいな感じそうそうかわいそう、だから3人一気にダメでよかったなと思ってますよ、はい、なるほど、はい、ひふみさん中学の時のあだ名は鼻くそでしたあひどいなこれはすごいですね、はい、増田さんからもコメント来てます、はい、女性のモテ期は24だったか26で終わる説があったよって、じゃあもう終わっちゃう、終わっちゃいますね、私終わっちゃいますよ、そろそろ、うん、今が最後かもしれない、はい、大塚健二さんも、はい、中学の時はそのことだけ頭にありました、要するに女性のことね、その手の本を見たいときは公園に行くが合言葉でした、へえ、そうなんですよ、あ公園にあったりするんですか、公園に落ちてたりするんですよ、落ちてたりするんですね、うん、うーん、あと昔は自販機で売ってたんで、はい、おお、それを買うんですか、買う、買うのを見られたりとかはしないんですか、だから嫌だから自販機で買うんですよ、あそうそうそう、自販機で買うのも見られることはないんですか、それはそれはもう夜こっそり行くんです、お、はい、頑張ってたんですね、頑張ってましたよ、そりゃもう男はこんなにって頑張ってるんですからね、となるとじゃあ今はやっぱ便利 な、ね、便利だってスマホでカンカン見れるでしょ、うん、我慢せずに、うん、これ問題だと思うんだよな問題、ビャコさん、マナミンはきっと今が人生の一番モテ期だと思う、はい、ここにいる男のリスナーは全てマナミンに好感持ってるはずということで、ありがとうございます、はい、そんなたくさんじゃあファンがいるということで浮かれておきましょうはい、はい、本当にですね、はい、あとありますか、あとうんないね、すごいですね、たくさん、そうそうそう、2人ともあカラオケの話とかですね、さっきのあの何ですか、うん、学生時代サボってカラオケっていう山内さんの、はいはいはい、はいはいはい、なんか1曲200円とかあそうそうそう、1曲でね、うん、歌うのにいくらとかの時代もあったんですよ、へえ、そうそうそう、そんなそんなのあるんですね、うん、さあエンディング曲はですね、はい、ひふみさんのリクエスト、はい、青春ソング、しおりのテーマでございます、はい、青春さを感じますね、サザンっていうところがまたそうです、はい、さあ進撃のめいちゃん来てます、はい、まなみん山内兄貴、もしかして曲なかったのかな、早めに送ったんだけど、かけましたっていうことですが今日はですね青春ソングでお送りしてて、はい、そうなんですよ、めいちゃんのリクエストは全部あれなんですよ青春じゃなくて、青春じゃなくてなんていうのこれ、パーティーソング、パーティーソング、うーん、今日はパーティーソングいいかなっていう、ごめんねあらまた夕方に、はい、もう文句は言わないでごめんね曲の論争が起きてますね最近すいません、うん、ごめんねめいちゃん本当に、青春曲はたくさんありますね、ありますから、はい、人それぞれね青春ソング違いますから、はい、さあ、今でも青春してるという人はいなかったですけども、やっぱり、うん、そうですね、青春ってしかもやっぱり、うん、恋愛面に発展していきますね、それが全てなんですかかでも無茶するとかもあるんじゃないですか、はい、やっぱり、あ、うん、私も高校の時にこの野球部の応援っていう部活をしてて、青春じゃないですか、めっちゃ青春じゃないですか、うん、そういう青春もあるんですよね、えだから恋愛だけじゃないと思いますよ、はい、全然、うん、もうすごい毎日というか野球部とともに太陽に照らされて、うん、週末は試合に行ってましたね、真っ黒だった、真っ黒でした、うわだからあの時はだからもうある意味女を捨ててますよね、捨ててるね
大変だな。なのにモテたんですよ不思議なモテてました。本当にモテてたんじゃないですか。なんか私のこれまでの経験、そこの高校の時までの経験ではモテてた方だと思いますよ、うん、ああそうですか、うん、あでも考えてみれば野球部でしたね、みんなみんなやっぱさ関わりないとなかなか来れないと思いますよ、うん、関わりですね。そうそうそう、なるほど。喋らない、喋って人から分からないと男もね、うん、はい、ホイホイとはいけないんじゃないかな。うーん、あそうでもないか分かんないですね、はいということで、はい、はい、モーニングヘッド、そうです、皆さん青春はこれからですよ、はい、まだまだです、はい、はい、これからも青春を楽しんでいきましょう、うん、僕はもう今まさに青春ですから、まさに青春、はい、お、私ももう一回青春したいですね、しましょう、はい、ということで、はい、お送りしてきましたモーニングエイトエンディングとなります。この後も FM ギノワンではたくさん番組がありますので、はい、ぜひぜひお楽しみください。はい、はい、私とはまた来週の金曜日、うん、になります。はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。はい。さようなら。さようなら。なんか楽しかったね。青春ですよ。頑張れよ。大丈夫かな。頑張れ。